はい、二塚古墳でございます。二塚古墳っていうんやね。二塚言うけど。ただ今帰られました。財産の石碑を見て喜んで帰りました。坂本さん。朝からどうしても来たいということでね。先ほど来たんですけどね。ところがね、カメラを持っていくの忘れてましてね。残念でした。今カメラを取りに帰って今再度ね、もうええか、違うやつ見るか、ここでなんかないかね、ここも。はい、ここがね、二塚古墳でございます。咲き上がったんだけどね、ここからずっと上上がったんですけどね。この辺には古墳見当たらんのかね。見当たらんか。これ畑やもんな。この山中入っていくかね。畑やな、これ。見当たらんね。前方後円墳って、なっとるんやけどね。どこを見ても形がね、わからへんねんけど、作り出しもわからへんし、ここわかるかね。わからんな、全然わからんわ。はい、ほんでちょっと見上がってみようか。この辺に古墳はないのかね。古墳は畑でございますからね。あら、畑の跡やな、これ。こっちも畑や。残念。見当たりませんか、古墳さん。ないな。残念やね。見当たらんね。コンクリやもんな。下もあるけど。斜面になってんな。あ、池だ。池がありましたか。ここなんか古墳かなんか書いてないな。書いてないね。これはゴミを処罰。あら。あら、行けまへんか。開きまへんか。罠かね、あれ。これ入られんか。あの上なんかあるそうやけどね。入られまへんか。はあ、しゃあないね。あの上なんか石が見えんねんけどね。あの石なんだ、これ。わからん。わからんな。五六十メートル離れとるからね、ここから。残念やね。これはペンチかなんか持ってくるんですけど、できへんな、これ。どっか上がられへんの、これ。無理か。あれ、どっか上がられへんの、こっちから。ああ、これも全部フェンスか。で、あの向こう入ってないかね。あら、入ってない。開いてまへんか。どっか方法ないかね。どうしても行けんか。これね、越えれそうで越えられないね。越えられませんね、これ。あの辺ちょっと見てみたいんやけどね、あと5、6メートル上。
わ、下にはなんか道あるぞ。おお、その辺なんか道あるんだけどね。あ、領有会かや。はいはい。あ、なんだろうね。今日はちょっと時間ないし困ったね、これは。せっかく来たのに。まあみんな帰れたし、帰るか。はい、ありがとうございました。あら、二塚君には桜があるんだね、あれ。桜が。前方部の高さね、後円部の高さ非常に高いんでね、初めて見た人はやっぱり二つの塚があると思ったんだろうね。形がね、どう見ても前方後円部の形してないんだけどね、下の方がね。どうなんだろうね。だから総円墳っていう可能性もあるね。左が、まあ、ちょっと丸みには置いてはおるんやで、どっちもね。可能性はあるな。